こんなもんです。Are you ready? それ以上に、ね、なんか本当やるのはさっきの部分ぐらいで、あんまりやる必要はないなと。まずやってみてだよね。じゃあ遊びが多くなるってことはこの辺のバスが減ってるとか俺は思ってるから、そういうところをもし変えれるんであれば全部新品に変えちゃってっていうのがいいと思うし、で意外は、まあ、減らないし、減るんだったらこっちの方から、なんでこの辺の2パーツ変えるんであれば俺はこの2パーツ重要視するの、そこだけ変えてドリストをちょっと軽すぎるっていうんだったらこの辺とかも一旦掃除してグリスを塗らずにちょっと置いてみる、これが一番効率がいいというか、まず買ってみようかな自分用で、サンゴのパーツでね、パーツショップのところとね、バネとかもなんか多分強さみたいなのがあるんだろうね、緑があって海外製のやつはバネ硬かったりするからレバーが高いよね、ヤケル使ってるバンドは変わんないから、スイッチもスイッチでスイッチも壊れてくるように強そうなのが変わるように、金もいくつか変えてあって、さっきのゼルトに何て名前なんだよ、マクトコロバッ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 コ、まあでもそんなにみんなカスタマイズって書いてあるな、色が違うし、これなんかバネをペーストするタイプだから、なんとかバイズっていう製品が出てくると、これがこのここのバネの下のところに色が違ってスイッチの中での距離がちょっと変わる、より反応が早く、その前に捨てられてる色が違う、ちょっと色が違う、色が違うし、これもこれだ、これだ、これだ、これを標準を、そう、これを標準が形成に捨てられてるやつだから、これをステアとして持っておくと、まあ、1回変えてもう1個の名前にステアに持っておくと、それはいいんだ、はい、ULFAA、 はい、これがダメとは言わないと思うけど、店が、まあ、店長ですか、
あの今新規採用店長とか来ればねやってくれるとは思うから、前日とかは多分やれてくれるとは思うんだけど、そうだから俺なんかが勝手に、まあ、俺が勝手にメンテするってなるとお店が鍵を渡さなきゃいけないから、まあ営業時間中にやるのがどうなのかなってなっちゃうぐらいでしかないから、まあそこら辺のバイトの子がやるよりはちゃんとできるよって。まあ別に店長とかね他の人もできると思うけど、今の店長で話を通して、まあ、だから大会とかでレバー壊れた何が壊れたって言ったら俺が鍵開けてレバー交換とかできるけど、あとはそのまあ、ここの専属の技術の人がいるからその会社のそっちの方に、まあ、行っとけば多分やってはくれるんじゃないかなと思います。普通にまあやるちょっと普段ぶっちゃけやってほしいと言えばやってほしいから、まあ、定期的にやってほしいはやってほしいんだけど、まあでも、まあ本当にね、そこまでやんなくてもある程度でね、まあ、本当にその清掃だけだって、これさえやっとけば、パーツまで買えなくても清掃して自立するんだと思います。パーツはまあ俺の個人的なマンクで、あるべく買うとして、これ自体に、これを やればまあ、別にもう新しいの買わせてもいいじゃんっていうのは、まあまあそうです。安いし、レバーなんて本当にあの2つのパーツだけ買えとればよっぽどのことがない限りはなんかトラブルが起きる、トラブルが使えないとかってことはない。ただ本当にあとさっきのスイッチとかだけど、普通に操作してればあのスイッチが壊れるってことはない。なんか本当に長いこと使ってってすり減りだよね。ああまあそうだね、どうしようもないやつだからね。一応スイッチがバラで売ってるけど、バラでつけるとハンダ付けからってなるから、まあ、基板1個丸々買った方が早いとは思う。スイッチ基板買った方が早い、早いし確実。まあレバーはそんな簡単なもんですよ。やっててね、やっぱ下ブラシで階段でピョーンとそうそうそう、うん、イラッとするから、跳ねると、俺は跳ねると他のとこが滑りすぎてるんだなって思うから、後ろのとこを気にするぐらいで、あとはそんなに本当に気にしなくてもいいと思うよ。そこそこやってればね、普通に動く。で本当にだからもっと気にして家だけでやるんだったら、もう最後はバネを硬いやつにする。